こんにちは。ゲーム動画でいこうです。いよいよ、あの、今日から始まります。四日市競輪場の全日本選抜競輪。初日特選10レースと12レースを予想していきたいと思います。まず、10レースが、こちらのメンバーになっております。SS 班が3人。桑原、平原、三谷、ですね。 はい。えー、並びが、えー、このようになっております。えー、平原は、えー、吉田に乗りますね。で、えー、稲垣が三谷の後ろ、田舎がつける。え岩津、えー、桑原が、連携して、坂本が、あの、短期。地域、時代でしょうね。えー、予想です。 このメンバーでしたら、あの、平原が、番手につける、吉田が先行すると思います。よって、平原が軸です。3番、平原が軸。それに対して、三谷がまくってきます。で、田舎も好調ですので、この、 業者は外せない。よって、えー、平原が軸で、相手が三谷、田川。ですね。えー、稲垣よりは田川の伸びの方を買いたいと思います。えー、12レースです。はい。ここはもう地元、浅井が、えー、登場です。SS は、SS は他に、諸橋ですね。はい。えー、並びですけど、 三分戦ですね。はい、えー、予想です、えー。展開なんですけど、えー、これはもうあの地元浅井連れた竹内がいもう先行意欲一番なんじゃないかなと。ただですね、竹内と金子はですね、えー、高松経営の初位へ落車しています。そのあたりがちょっとあの不安要因で、 浅井にとっても、ちょっと気になるところではありますね。なので、え、勢いに乗る、近畿勢、最近、東口、えー、田舎は、えー、金子と、えー、記念、あの、連続して取ってますからね。え、村上も、去年の後半、s あたりに、え、大垣記念とか取ってますし、 は近畿勢の勢いというのはすごいと思います。そこで、えー、っと、古生がまくって、えーさえー、刺す村上、えー。その村上が本命と見ました。で、相手が古生、えー、切り込んでくる浅井。で、えー、っと、折り返しなしで、えー、村上の後ろにいます四季を。えー、それからですね、 金子もちょっと落車は気になるんですけど、縦の足あるんで、ちょっと軽視できないなと。一方、穴目としては、ちょっと竹内に先行させ,させないぞっていう、吉沢が行っちゃいましたら、えー、っと、4コーナーまで持てば、諸橋が抜け出してくるんじゃないかなと。相手は、あの、まくってくる古書。 村上、えー、それから、えー、切り替えて切り込んできて突っ込んでくる浅いと見ました。はい、以上、あの、初日予想でした。はい、えー、こちら、あの、関連動画、動画リストをあの、下に上げますので、えー、よろしければ、あの、見に行ってください。また、まだチャンネル登録されてらっしゃらない方は、ぜひお願いいたします。 またですね、えー、時間があれば予想していきたいと思います。ゲーム動画でいこうでした。